皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2018年5月1日火曜日、今日の数話の言葉は未来の創造、未来の創造。そして5月の数話の言葉は何をするにも始める時期の大切さを知る。何をするにも始める時期の大切さを知るという。そして今日のビジョンは環境アニメ映画マザー最後の少女イブ、この中から両親との再会をお送りしています。このアルバム、大体フルオーケストラで入れておりますけれども、ぜひ手に取ってですね、じっくりと聴いていただければと思います。ストーリーは人類に警鐘を与えるアニメ映画です。そして昔人類の遠い祖先は地球ではなく、いろいろな星を転々としてですね、そこの資源を食い尽くして、また新たなる星というふうに移住を重ねていたわけですが、そしてその人類ももう末期に来てですね、それを救うには超能力を持った子供たちであるというふうに言ってですね、地下に置いてこの子供たち、超能力を持った子供たちをまあ育て訓練するわけですが、しかしながら人間同士で争いを始めて、そしてついには人類を滅亡する、星もダメになる、そしてその超能力を持った子供たちの魂が一つになってですね、ある星に向かいます。そしてそのついた星にはネアンデルタール人がいたという、そういった人類の祖先のことを描いているわけです。映像を見ることはもうなかなかできませんが、この音楽によってですね、ぜひ聴いていただければと思います。マザー最後の少女イブです。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。